こんにちは坂育キャンプコーチの柏瀬です今回は初心者に多いドリブルで前が向けないという悩みを改善するためのトレーニングを紹介しますはい、それではやってみましょうえ親子で離れて立って子供がボールを持ちますで、子供は尻尾をつけます、まあ、ビブスでもいいですし家にあるタオルでも何でも大丈夫ですはいえ、親はこの尻尾を取りに行きます でこの時に、子供は尻尾を取られないようにドリブルしましょう。はい、ではやってみます。ナイス、えー、この時に、えー、相手に背中を見せると尻尾が取られてしまいますなので常に相手のことを見ながら背中を見せない尻尾を見せないという意識でドリブルしましょうあナイス。 ナイスはい、えー、慣れてきたらゴールを作りますはい、えー、まずゴールを置いてください目印は何でも大丈夫ですで子供はこのゴールに、えー、ドリブルをしてきてタッチしたら一点で親はゴールを守りつつ尻尾子供について尻尾を狙いましょうやってみましょうナイス1点もう一回いきます はい、えー、親子で楽しみながらやることで前を向いてドリブルをする背中を相手に簡単に見せないということが意識してドリブルができるようになると思います。是非親子でで楽しんでやってみてみください